はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。今回はストリートファイター5ですね。前回のですねパワちゃんラジオの時にもちょっとお話が出たんですけれども、ちょっとこのコミュニティ内のね、グーニーズ選手権というものが開催されるので、これに、出るために今回は、ランキングマッチポイントを稼いでいこうと思います。で、まずそのストリートファイター5のコミュニティなんですけれども、こちらの、ストリートファイター5初心者 OK みたいなコミュニティがありまして、で、そのコミュニティ内でですね、グーニーズ選手権というのが開催されますということで、コミュニティ参加者限定の賞金付きトーナメントの、宣伝ですということで、参加予約は4月10日までやってます。どれだけ少なくても必ずやります。不戦敗連発でいきなり決勝もありえますので、ぜひ、気軽に参加してくださいということです。で、グーニーズ選手権自体は、まずね参加資格があって、この参加者は LP500 から LP3999、ブロンズからウルトラシルバーまでということになってまして、そもそも俺 LP0 なんでっていうか、まだランクマッチとか1回もやったことないんで、まずはこの500に到達することが最低ラインになります。あとね、さっきもありましたけど、予約しても当日来なければ不戦敗になるだけなんで、気軽に予約してください。で、敗者復活戦はなし、3位決定戦もなし、日本選手のシンプルなトーナメント、その他フレ申請送ってもらえれば詳しくご説明しますということで、別にフレ申請は俺に送ってくれるわけじゃなくて、そのコミュニティ内の、方が開催者がいますので、そちらに送ってくださいということだと思います。で、コミュニティ自体は分かんないけど、検索すれば、誰でも参加できるのかな、初心者 OK と言ってるので、もし興味があれば、こちらに参加して、当日は確か4月19日金曜日の夜何時からだったかな。で、このネットの、中で大会が開かれるような形になりますので、自宅にいながら、多分できるようなものになっていると思います。詳しくはね、コミュニティの、スレを見てくださいと、いうことと、じゃあそもそもこのグーニーズって何なのかっていうと、ちょっと自分の、知り合いで、イベント会社的なものを、最近、立ち上げた方がいて、それで、楽しくやっていきましょうというような、会社になります。で、まだまだ、新設の会社なので、これからです。これからの、会社なので、一応勝手に、ホームページの URL と、Twitter の、アドレスみたいなの貼っとくんで、よければ、Twitter の方ですね、フォローしてくださいという宣伝でした。あと、ちなみにこの真ん中の女の子、これは全然グーニーズの方とは関係ないです。グーニーズの社長さんはもうただのおっさんなんで、こういう女の子が出てくると思ったら、大間違いです。これは何かな、ストリートファイター5のキャラクターなのかな、ちょっと分かんないですけど、そんなわけでランクマッチやっていきましょう。設定みたいなのがねあったから、ちょっと1回だけやりました。当然のように負けたけどね。なので LP は0のままです。で、キャラクターを何使っていこうかなということなんですけれども、無難にね竜と剣が一番いいんだろうけど、やっぱり女性を使っていきたいので、チュンリーでいきます。セッティングとかはもうこれなってるんで、検索開始と。でね、500ポイントだったらね、そんなに難しくないですよってグーニーズの人は言ってたんですけど、もう本当かよっていう感じですね。で、あとそのポイントあるじゃないですか。で、ポイントのもちろん勝つと上がるし、負けると下がるんですけど、エクストリーム VS のランクマッチって一定以上はもう下がんない仕様だったじゃないですか。でもこれね、負け続けるとねゼロになるみたいです。なんでそこがね結構きつそうではあるけど、チュンリー結構豪気かよ。そう、豪気とかもねいるんだけどね、アンロックされてないからね。最初使えるキャラ半分くらいで、ゲーム内通貨でポイント使ってキャラクターをアンロックしていく感じかな。
streak record in a ranked match. え、LP すごくない ?947 あるよ、相手の人。ランキングはひどいよね、俺。1、10、100、1000、万、10万、100万とか。多分ビリなんだろうな、これ。レベルもゼロだし。さて、いきますか。私のクンフー見せてあげる。クンフー、大したことないけど。俺のクンフーなんて。一応何、知り合い？ラウンド1。まずは距離を取る。あ、あるよね。そう、これが、け、貫通してくんだけど。マジかよ。ずるくない？あ、だ、そうだそうだ、貫通するんだ。え、これなんだっけ？何波動拳って言うんだっけ？高波動拳だっけ？波動拳を振り抜けて空中から追撃するのがいいかな。スピングバードキック使い道がよくわかんない感じ。あ、やばい、竜巻戦、ゲッ、竜巻、ゲッ、マジか、これ繋がんの。100列客とかさ、連打してると出ちゃうんだよね。開いた、強い、ゲッ。なんだこれ、スカート覗きまくりじゃん。スカートじゃないけどね、チュンリーは。で、ちょ、待って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 、ピヨったんだけど何にもできん。ちょっと最後 スーパーコンボ的なもんだけ攻めて決めたい。出ない。2回戦目ボロボロだったな。往生際見極めよう。そんなこと言われても、ポイントはやっぱ55くらい、55入るのかってことは10回勝てばいいけど、負けた時にどれくらい減るかだよね。55溜まってさ、負け続けてまたゼロになるっていうのがあるから。じゃあ次、これ何、これ新キャラクターっていうか、そのさ、俺ストリートファイター02とかさ、そこら辺のキャラまでしか知らないからね。V トリガーもな、使いこなせてないからね。レベル 95? レベル95だけど、向こうの人も 0LP だな。これはいけるんじゃないか。ただこういうよくわかんないキャラクター使ってくる人ってそれなりにやってそうな気もするんだよな。だ、普通竜とか剣とか使うじゃん。ちょっと待って、気候剣が出ない、気が強い。普通に強かった。いや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 。はい、飛行剣で牽制しつつ、これ飛び道具ないかな、このキャラクター。おっ、いいね。飛行剣もさ、端まで行かないかんね。逃げろ。百列客はね、結構ね、ガードされると本当に。あ、ゲッゲッゲッ、なんだなんだなんだ。おお、ないこれ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 。やばい、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 やばい。さあ。やられた。この V トリガー、V トリガーはこう。1回ごとになくなるからね、今溜まってるけど、そう、ゼロになるからやっぱ溜まった方がいいんだな。で、EX ゲージみたいなのはずっとある。よし、決まった。
くらえ。だいぶアドバンテージを取ったけどそれでも負けるのが俺だからな。ただこっちはもうゲージを使っているというね、あれがあるから。2回はなんか使いたいよね。多分ね、2戦連勝するとたまるね、余裕がないんだよ、下のゲージが。あとこれあ、パーフェクトだ、やったなんかクソみたいな戦い方だな、俺も恨むだろ、こんなの。ファイナルラウンド、ファイト。間合いを取りながらやっぱ行こう。やっぱね、その強キックとか中キックとかだったらどれくらいのこう、これだって下に強キック、ジャンプ強キックはね、下に多分追撃するやつで、中キックは横に追撃するんですよ。そういうのをね、ちょっと覚えとかなきゃいけないっていう。でこれでもやばいやばい、終わった、よし決まった。オラLP0 同士の戦いは勝した。クンフーの成果で、これ多分初勝利の時だねなんかいろいろ手に入れたけど、お、65点に入った。再戦してくれるのかな、この人一応再戦してくれるありがたい。あ、飛び道具、今の竜巻か。そう、百裂客ね、やっぱガードされるとちょっと反撃のチャンスになるんだよな。危ない危ない危ない、このパターンだよな、気候圏で、で来たら百裂客をお見舞いする。やばいやばい、強くね今も攻撃力。うわー、挟み込まれるんだっけ、いやめくりをね、行け、終わった、おらー使っていく。あ、やばいやばいやばい、おお、これがよくわかんないんだ本当に。勝負を焦った、勝負めっちゃ焦ってる、やったギリギリの戦いを制した。これまたあれ決めたいよな、やばい、しまった、あ、当たった、危ねえ、結構強いよねやっぱりスーパーコンボ、当たればかなりでかいからな。ただもういい、押し戻されてんな、百裂客でゴリ押す。空中の時の間合いをどうするか、横で攻めるか下で攻めるか。百裂客か、あー、やばい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 、やばいやばいやばい、これこれやばいよね。ちょっと待って、起き上がりと同時にやるすげえギリギリの戦いだな。相手の人がさ、スーパーコンボ使いこなしてたらさ、絶対負けたよね。 You winあなたにも探している人がいるの。あ、そうなの。おお、130までいった。これはあれだね、2回連続で戦えないんだね。そりゃそうだよね、ずっとこの人を相手にしてれば永遠にポイント稼げるっていうのはあるからね。じゃあ対戦相手を探しますか。
号機。波動昇竜が一番ね使いやすいよね。507か。この人はギリギリ参加できるな、グニーズ選手権に。トレーニングモードのあそこじゃん。なんだ手みたいなの食らった。あーこのファイヤー波動拳がさで、強い。おおなんだって崩されんだけど。おー昇竜拳豪気はやっぱ使いやすいよね、普通にアンロックしてないけど。果敢に攻め込んでくるとね、百裂脚がね結構決まる。うわ当たるか、あーこれが当たったか、ちょっと遅かったよね。いってー、あ、やったかな、これ何、かっこいいと言えば瞬獄殺とかあんのかね。で、対戦はネットの時代。25も下がんの超きついんだけど、2回連続で負けるとチャランなんじゃん。もう一応やるか、負けるけど。ラウンド1ファイト。うわタクタクセンプルって これ何、ガードクラッシュ的なやつ。いって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 、逃げろ、見てこれ、このパターン。あーい、一応これね、耐久用のね、ものがあるんだよね、これ。ただ昇竜拳ほどのね、うわ耐久はない。1回の戦いでね、このスーパーコンボゲージがたまらず切らないからね。よっしゃ逃げろ逃げろだからジャンプで逃げるのが良くないのか、なんか後ろにステップみたいなので逃げた方がいいかな。使わない方が、使わない方が良かった。あ、ガードされた。やっぱちょっとキャンセルが遅いんだな。やばい、これは。いや、外したー。しかもやられた。もうちょっとね、やっぱ自在に技を出せるように研究しとかないと。これもう2回負けたってことはさ、25、25、80になったよ。あと3回負けたらほぼゼロになるんだけど。これ誰、ゼク、じいさんだな。お、向こうも
0LP だ、516レベルなんだけど、何それ、これ何なのレベルって。いやただ 0LP っていうのをちょっと信じて勝ちに行こう。私のクーフー LP 自体は多分キャラ変えても変わんないよね。クソサビみてえだな。シャレ込むかの。逃げろ。大丈夫かこの人。何？よくわかんない。逃げろ。この人ないバグってんだけど。なんかあって強い強剣攻めるしかない。ごめんね、俺は今勝ちに行くんだ。飛行剣の高さどんくらい必要かだよ。そこまで溜めなくていいんだよ。いって近づくとやられるんだけど。あ、スピニングバードキック、これちょっとやってみよう。刺激された。当たれば強いよね、スピニングバードキック。中キックからのポイ。なるほど、ポイ。さよなら。あ、これ倒せる？倒せないか。あの人、お、今のはなんかよくわかんないから再戦はしない。ポイントだけ稼がせてくれるマンだな。65、これやぼやく100、さっき戻っただけじゃん。この人はいいや。いい武器。964。強い。あ、素早そうなキャラだな。なんかもう。あ、いた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 、一気に押し戻されたな。今のはなんだ、飛び道具ではないか。お、距離を詰めてるね。スピニングバードキックもやっぱ使っていて。あ、うまい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 。なんだ、区内の本数があるのか。あとちょっと削れ。もう一回削れ。飛行機が届かない。あれ、これ削りで殺せないの。あ、削り殺せない。やばい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 。よし、こっちがやられる。削りじゃ倒せないようになってるんだ。なるほど、それは学んだな。いって投げられた。やばい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 。百裂客からの戦列客。
りが決まってくれればね、倒せない。それは分かった。気功章も使いこなそう。百裂脚からの気功章、百裂脚をキャンセルして技を当てるのが多分いいんだろうな。いや、素人目線の考察ですよ。おお、いった。やばい、なるべくゲージ死ぬ前にゲージを貯めたかった。やっぱスーパーコンボ1回だな、当てられんの。警察官になったの？他の仕事をしたいって思ったことない？25。あれ、あの人なんかランクが上がったっぽいな、1000になって。再生するか。この人50減らされそうだけどね。あれ食らったらダメージで、あ、上からくらい投げてるんだ。これ強いよね。なんかわかんねえけど、当たったからさ、キャンセルできるっていう技術はないんだよね、俺の腕では。百裂脚か。お、なんだ、なんか決められた。当初のやつよりは技の出が早くなっている気がするから、この百裂脚が決まった瞬間に戦列が決まると、いけいいんだろうけど。やばい、いてー、後ろからの鎌に突撃を食らった。50減らされたわ結局。これさ、マジで500とか無理じゃね。今日また100を切ったな。ベガか。あ、また 0LP 結構いるんだね、 0LP の人。もうこの人 0LP の人しかカモにできないからな。悲しいことに。で、しかも勝てる保証もないからね。ベガは結構変則的な動きをするからな。ただ飛び道具はないはず。シャクさん、あれ返してくる？なんか思ったけど。甘い。飛行機あんな届かないからね。で、あー、痛い。動いて。ああいうシステム的なものを使いこなせてないからね、よくわからない今のが何なのか。あ、飛び道具持ってんの？しかも貫通してくるし。
怖い怖い怖い。おら、気候症。そこまで強くはない。やられた。紙一重でよく負けんな。気候症が当たった後百裂却決まるっていうのはどうだったかな。あー、やっぱりあれな、感じるな。やばいやばいやばい。なんとかあれは使わないで倒したいと思ったら倒した。よし。基本的に多分ね、初心者はね、まあ俺もそうなんだけど、壁際に追い詰められると弱い。壁際に弱いからどんどん追い詰めてこうやって、おら、もしかしたらめくりとかに弱いかもしんないけど、そもそもめくれる力がないから。コケ打ちながら、オケ、うまいから、うまい人からするとこいつらの戦い何なんだって、レベル2になった、そんな感じなんだろうな。よし、160500まで長すぎでしょう。再戦してくれる、向こうが再戦してくれるっていうんだったら応じよう。やっぱり無理か。出た、豪気。豪気はね、もう本当に強キャラだよ。955か。 V トリガー1と2がねよくわかんないんで、1がなんか自分を強化する系で、2がちょっと必殺技系なイメージがある。トレーニングとかやった結果ね。ゴキの色変えてるな。マジか、強い、普通に強い。やばい、ピヨルっていうか、おお、ピヨったー。壁際に追い込まれると弱い、これが初心者の傾向です。攻めていった方がいいのかな。じゃあ追い込まれる前に攻める、距離を取りながらも、でも逃げる。うわっ、ヒット、さよなら、終わった。逃げろ逃げろ、で強い。あ、向こう1000じゃん。再戦します。向こうからすればやったって言うんだろうな。ちょっと5の1000だ、5の1000でいこう。ちょっと待って。抜けよ、まずは抜けよ。行って、逃げろ。一回ちょっと牽制を取る。ちゃんと見よう、ちゃんと見て。うわ、行って、
これはまずいな。オッケー。2回戦目で決めたいね。戦列客突撃オッケー。あの川オッケー。関は天狂拳を食った。やばい、めっちゃこれピオル。これ当たんないでしょ。復活の百列客に決まるんだよね一応。オッケー。いやまだ1対1。ゲージはたまらないな。次でファイナルラウンド。やばいやばいやばい。うわっ危ねえ。ええー、すげえマジ強えんだけど。1回戦目だけだな普通に勝てたの。You lose. おお、定規は見極めや一緒だな。また100を切る。なんか永遠にさここら辺をさ行き来してそうだよね。ちょっとメインメニューに戻ります。まあそんなわけで、ね、ちょっと今日はこれで、終了したいと思います。 LP500 とかマジ超きついんだけど、なんか参加資格すらなく終わりそうな感じはしますけれども、まあ一応ストリートファイター5買ったんで、まあうちのチャンネルはね、あの全然格ゲーとかやってなかったんですけれども、まあもしそのなんていうの、カジュアルマッチみたいな感じで、なんか部屋とか多分作れると思うんで、まあもしね対戦したいという方がいらっしゃった場合はコメントとかいただければ、まあ、時間があるときには、ね、やっていきたいと思います。あとグーニーズ選手権もう一回ここに、貼っておきますので、まあLP500 ある方で時間のある方は参加してみてはいかがでしょうか。まあ、そんなわけで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。